こんにちは、植物族インテリア科のピメリーです。今回はホームセンターで値下げされていた危機的状況の植物を植え替えして復活させてみました。危機的状況だったのはこちらのシンゴニウムチョコレートという品種です。黒い葉っぱで裏側は深い赤い色というなんともアダルティーな里芋科の植物でございます。 50% オフで300円ちょっとでした。最初見かけた時はこんもりと葉が生い茂っていたんですが、2回目に見かけた時は葉っぱがかなり減っちゃって半額になっていたんですよね。株元が黒く変色して根腐れしていそうな茎もあって、とっても危険な雰囲気がしました。かわいそうになっちゃって思わず連れて帰ってきちゃいました。鉢から抜いてみると根はこんな感じです。土は洗ってすべて落としました。葉っぱも全体を洗ってシャワーで流しました。もし明らかにハダニなどの虫がついている場合はスプレー式の薬剤をかけて対応してもいいと思います。私の場合は室内ではなるべく薬剤を使いたくないので、こまめにシャワーで洗って対応をしています。虫は見た感じではついてなさそうだったので、お水で洗うのみにしました。根はいじらず植え付けました。弱りかけてる植物はあんまり根をいじらず植え替える方が無難だと思われます。シンゴニウムはとっても生育旺盛ですぐに根が回っちゃうので、根をちょっとだけ処理して植え替えた方がその後楽だとは思います。こんな感じで植え替え完成です。植え替えてから2週間半が経ちました。
植え替え前にちょっと出てきていた新芽が開いてきました。元気そうにしています。おそらくこのまま育てていって新しい葉っぱをどんどん展開してくれると思います。ホームセンターで弱りかけていて値下げされている植物って見かけますよね。植物を育て始めて間もない方にはあんまりおすすめしないですが、こういった値下げされている植物、弱った植物などを復活させるという楽しみ方もなかなか面白いので、皆様もぜひ試してみてはいかがでしょうか。弱っていたところから元気に復活してくれると可愛さも倍増ですよね。こちらのシンゴニウムさんはまた成長報告しますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。いつも最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ビメリーでした。またねー。Now we're giving it a try.